だが彼らの表情は固いままだった。新たな敵ロキの正体はかつての友ペルセウス。その衝撃が連合軍内に駆け巡っていたのである。彼と親しくしていた真田幸村や菅銀平の悲しみは計り知れない。意気消沈する連合軍に追い打ちをかけるようにアレスに着く石田三成が攻めてくる。島左近はとある予測を胸にこれを迎え撃つのだった。この間の殿の顔、そしてこの奇妙な幸運、俺の予想が正しければきっとこの戦で得るものは大きいでしょう。敵をよく知るあなたが言うならお任せします。お手並み拝見といきましょうか。あの諸葛孔明に試されるとは恐ろしいねさて準備は万全、殿を迎え撃つとしましょうか。二方面より進行し敵を叩く。手加減なしだ。我らは入手する。北の敵は任せときな。待たせる。手を上げてやるぜ。
踊り続けて。僕の番だ。私が負けたなと。弱いぞ、さすがだ。
しだ。敵はまだ防備。やはりあそこは総さんの城のようだな。予定通り攻め込んだ。先陣は私に任せて。ここI'm gonna go get some more.
り続け。今こそ攻勢に出よう。Thank you.
敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王ならば、俺と同じくあの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう。その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃん。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。出発どう。よっしゃ、分かったね三成。みんな左近らしく協力して、あれそう打つんだ。
左近。うまく正解は確実に破滅。よくやった、ロキ。は。戦いは激しさを増しています。もう少し煽ってやれば、ゼウスもすぐにこの世界に現れるかと。奴の作り出した世界、それを利用された時、どんな顔をするのだろうな。私は術の準備に入る。その間、任せたぞ。受けてみろ。
Yeah!
ようやくわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ラキのせいで余計な時間がかかったわ。すっかり待ちくたびれたぞ。ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う。私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。あのここで何をしようとしているんですか。さて知りたいなら力ずくで吐かせてみるか。うまく。